エムズジャンクション第139回目放送。名古屋を中心に活動する劇団サークルの集まる交差点エムズジャンクション、略してエムジャン、ワイワイテレビのスタジオから生放送でお送りしております。メインパーソナリティは私 MJ が務めさせていただきますので、皆さんどうか最後までお付き合いくださいませ。ということで、今ね、生放送でお送りして、YouTube チャンネルでお送りしてるんですけれども、ちょっとね、手元にあのパソコンがあるんですけど、そちらにあのチャットの画面っていうのがありますので、よかったら書き込んでもらえたらそれを拾って、まあ、ボケとかね、ツッコミがあったらちょっとこっちから突っ込んでとか、まあ、ボケたりとか、ね、難しいなぁ褒めてない方がいいじゃないですか、ね、これ、ね、よろしくお願いします。はい、じゃあまず最初のゲストさんなんですけれども、もうちょっとね、今日盛りだくさんなんですよ。浴衣替えですね。ちょいね、飛んでね、あの夏のお嬢さん、ね、そういうことですね、いいですね、今回はね。はい、劇団アルクシアタさん、よろしくお願いします。ちゃんとそうでやってる。すみません、はい、ということで、こちらから中田桃彩さん、お願いします。はい、そして鷲見真由奈さん、お願いします。よろしくお願いします。まあ、おなじみのね、メンバーですね。まだちょっとぶりに。よくまあまあ、でも結構もう、アルクさんといえば結構多いですよね。前1年に3回ぐらい、2回ですね、年に2回。あ、でもそれ以外にもライブとか、そうですね、いろいろね、本当になんかイベントに参加されてたりとか、なんか声もね、参加とかもされてたりとか。あ、そうですね、そう、ね、あのお化け屋敷の声もやってます。そう、ヤバ町の某お化け屋敷らしいですね。はい、じゃあ今回ね、もちろん新しい公演が決定されたということで、はい、はい、ちょっとね、それを見ていきたいと、チラシを見ていきたいと思うんですけれども、じゃあタイトルはブルース兄弟町おこし数。おー、ということで、まあ、なんかどね、パトミーなんかその海外っぽい感じはありますけれども、でもこれ海外の話ではない。もうド日本の、ド日本の話なんですけど、はい、まあ、ブルースブラザーズって映画あったと思うんですけれども、ね、うん、それをまあオマージュした形で、なんかちょっとブルースブラザーズに似た人たちがちょっと出てくるんですけど、まあね、チラシにもいるんですけど、うん、まあ、そこの人たちがあのちょっと寂れた片田舎の町に帰ってくるんですけれども、はい、うん、そこはちょっとお金がなかったりとか、もう町おこしとかしたいんだけど、うん、でも意見がまとまらなくてっていう、うん、ちょっと問題を抱えた町で、それを変えていくぞというお話なんですけれども、うん、お、そしてこのお二人がもちろんね、出演者ということだと思うんですけれども、その町の、あ、僕もね、ちょっとね、若干ブルース的な感じが出てきた。若干把握してしまった感じ出てますね。だいぶブルースしてます、ね、いいですよ。まあ下は浴衣なんでね、完全にこの日本をね浴衣も問題だし、メガネも問題だと思うんですよ、ね、独特のカラー。そうですね、独特のカラー。はい、じゃ あ、 まあ今回お二人はどんな役柄と、まあ、ここちょっと絡み役なんですけど、うん、まあ、その町おこしをしていく上で、うん、まあ、やっぱ、あ、ちょっと議員さんなんですけど、政治家で、あ、そうなんです、はいはい、秘書でございます。やっぱり町おこしっていうと、うん、やっぱりちょっとそういった政治的な部分とか、政治的なことが、はい、うん、で、まあ、その、まあ、政治的な部分だからちょっと戦いがあるわけですね、やっぱ、まあ、政党だったりでもあると思うんですけど、現実世界でも、うん、まあ、そこで、まあ、ここはもうバチ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 結構対立候補みたいな感じで、そうですね、おー、ちょっと喧嘩します。結構そこも見どころですね、これで。はい。で、まあ、アルクさんといえば、まあ、チラシにも書いてありますけど、ミュージカルコメディということで。そうですね。ね、前ちょっと言っちゃったんですけど、踊りはしな。踊りはする。する？お、しますか？踊りますよ、そりゃ。踊って歌って。ハロウィン。そこは。でもまあ以前も確か、ビートルズでしたっけ、ね、はい、なんかそのイメージというかそういったあのフィーチャーされたようなものがありましたけれども、はい、今回はやっぱりそのブルースっていうのがやっぱりちょっと音楽で出てくるイメージがありますけれども、ね、まあ、前回のね、陽気日のっていうのもありましたけれども、あちらもまたすごい、まあ、大きな会場で、まあ、プロジェクションマッピングですかね、ああいったものをいろいろ使われたりとかありますけど、まあ、ブルースっていうと結構そのアナログなイメージがあったりして、うん、それをどうあのこの町おこしに使っていくのかなっていうのがすごい気になるんですけど、まあ、今回はただアルクであんまやらない、うん、ザ・ベタなミュージカルなんですよ。ザ・ベタな、今まではこの芝居の中で自然に音楽がこう流れて、うん、自然に歌ったり自然に踊ったりっていうのがこのアルクの
コンセプトだったんですけど、まあ、今回はベタにザ・ミュージカルです。おもう歌ってそれが突然歌い突然踊り普通に喋ってる時にいや心が追いつかないまあ、いわゆるその、ね、主催の八富さんの、うん、まあ、なんていうか、まあ、ご意向でというか、まあ、いわゆるその急に歌ったりとか、ね、まあ、意味のないその歌とかね歌い方とか、まあ、なんかそういう芝居ではなくて、やっぱりちゃんと意味があってっていうので、本当にそれでもうめっちゃ本当に毎回感動させていただいて、ありがとうございます。まあ、盛り上げるところのね盛り上げ方とか、もちろんその芝居も入ってくる、うん、もう本当に歌だけじゃなくてっていう感じがあるんですけど、今回見どころはどうなりそうですか。見どころでも今回すごい今までで一番、うん、あの歌が多いんですよね。あ、そうなの。もう、うん、もうセリフも歌にするしみたいな、うん、ここの喧嘩も歌になってる、喧嘩歌なんですか。本当今回歌が多くて、もそれも練習も頑張ってやっているので楽しんでいただけるかなと。うんうん、おじゃあ、あとはまあその、まあ、ダンス、そうですね、はい、また面白い振り付けをしていただいておりますので、ちょっとブルースバラザーズってちょっとなんか特殊な、まあ、こういうやつとか、ちょっと不思議なこういうやつとか、ね、それっぽいやつを入れてちゃんと入れてくるっていう感じですか。じゃあ、あと舞台のその、まあ、あとはそのどうですか、場所というか、あとはその舞台装置とかもいろいろありますけど、うん、なんかその点でこだわってるところとかって今回は。舞台装置、まあ、でも今回あのラストシーンが、うん、まあ、お祭りイベントの場所になるんですけども、うん、めっちゃピンの大丈夫。あ、そうですね。めっちゃ止めたほうがラストシーンがね、ちょっとまあ、すごいぞ、すごい賑やかだぞと、すごい祭りだ祭りだ祭りだ祭り。おお、やっぱりその音楽っていうの毎回その生演奏とかもあったりしましたけど、今回もそんな感じで使われたりとか。そうですね、今回もキャストがまず弾いてギターを、うん、で、お、そうです、弾ける子がキャストでいるんです。ギタリストがまたいいキャラの、そう、しげいしって子が、若い子がいるんですけど、うん、その舞台上でも弾きながら、うん、あの舞台袖の中でもプロのギタリストの鈴木さんって方と、あとピアニストの奥村さんって方が、もうおなじみの、そうですね、うん、が生演奏も入れてくださって、うん、っていう形で。これ生演奏だからって、なんかね、あの音楽をさ、ただ BGM で、はい、ポチッと流すんじゃなくて、本当にその舞台を見ながら、その流れで、そうです、まあ、もちろん、なんか、まあ、閉じたりじゃないですよ、そういうなんかその間ができた場合でもうちゃんとそれ対応してるっていう。そうなん、ありがたい、ありがたい、本当にありがたい。やっぱり生だからね、これはなかなか難しいところではあると思うんですけれども、はい、その他何か。ありますか。衣装とかブルースブラザーズというとやっぱりね、この絵の絵のイメージというか、こう、こういうイメージはありますけども、あくまで舞台は日本の田舎みたいなところあるんで、ライトも少ないよっていうぐらいの田舎の街を、うん、そうですね、街を、ま、あとは見どころは、はい、うちの座長八富又八も出演されるんですけれども、はい、うん、あのまあどっちかですね。もう主役取りたいブラザーズのどっちか、どっちか、はい、あのすごい久しぶりなの出てくるの、役者として、まあ、いつも演出しなきゃいけないんで、はい、出てなかったんですけど、今回もかっつり出るし歌うし。あれでも、ね、あれあの陽気日出てた、まあ陽気日出てた、まあ、ちょろっとね、まあ、ちょろっと出てるんですけど、ちょろっとってすごかったなんかすごい優しい、なんでしたっけ、なんか警備員さんみたいなので始まってたら最後なんか坊主になってすごいごっそり笑いを、そういう人でごっそり笑う、めちゃくちゃノリノリでやってたから全然違和感ないっていう、誰だっけあれみたいなそこで味を占めたんです。違いましたか、今度はブラザーズに、ブラザーズに、はい、すごいあの痩せました。すごい痩せました。もうそれも 役作りの一つということで、もう本当に、まあ、今ねロックでファンクなって書いてありますけど、やっぱりそういうちょっと音楽性とかもやっぱりちょっと楽しめそうな、そうですね、いろんなジャンルのものもやるので、音楽もブルース以外にも、はい、はい、で、公演、あ、公演間をもう間もなくですね。そうなんです、9月1日から3日までということで、はい、詳しくはですね、今あアルクシアターさんのホームページが載っておりますし、あと予約とかもあの、まあ、そうですね、アルクシアターさんのツイッターアカウントもこれで出ますかね。こちら、はい、こちらですね。こちらに最新情報とかも載ってきますし、あとは、はい、予約とかは、まあ、ご本人というかあの出演者の方々に連絡していただいても、はい、ここはでも大丈夫です、大丈夫ですかね、はいはい、それをぜひ、ね、来ていただきたいと思います。そして会場が
昭和文化小劇場、これは新しい。そうなんですよ、うん、僕も前にあの青桐みかんさんで一度お邪魔してますけれども、めっちゃ綺麗ですね、本当に。あと川奈駅、うん、激地下もう多分出口さえ間違わなければすぐに見えるっていう、もう公園の中にね、すぐにポツンと中に入ると広いみたいな、うん、本当に綺麗な会場ですので、ぜひ、ね、予約して行っていただきたいと思います。お願いします、はい。じゃあここまでは、ちょっと短い時間ね、時間でしたけれども、はい、劇団アルクシアターさんから中友真矢さん、はい、ありがとうございました。すみまりなさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとお時間の関係でね、お二人もここでお別れという形になりますけれども、またぜひね、来ていただきたいと思います。ぜひどうもよろしくお願いします。会場にも足を運びたいと思いますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。この格好で来てください。あの人来たみたいな。ちょっとこれでツイッターにね、あのいろいろあの知れてしまったらありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたね、あの CM を挟んで次のゲストさんに行ってみたいと思いますので、一旦 CM です。叶えたい夢がありますか？ビズアシストジャパンは声優、タレント、俳優など芸能のお仕事を目指しているあなたを応援します。稽古、本番、オーディションでなかなかいいアルバイトが見つからない。そんなあなたでもコールセンターのお仕事だから大丈夫。スケジュール調整などまずはお気軽にご相談ください。お電話ありがとうございます。ビズアシストジャパン株式会社です。はい、ここからは初登場ですね、はいはい、音楽収穫祭実行委員会さん、よろしくお願いします。こちらから、森田京介さん、はい、そして前田昌司さん、はい、そして天野舞子さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回ね、初登場ということで、はい、ね、初めてです。ね、若干緊張しつつっていうか、ガチガチですね。いやでもこの M ジャンも結構その、まあ、演劇関係、まあ、さっきもありますけれども、演劇関係の、まあ、告知でもあったりするんですけれども、結構その音楽関係の知り合い、まあ、その演劇にその音楽を提供している方とかもあったりして、その関係でそのライブの告知に来ていただいたりとかもあったもんですから、はい、まあ、初とは言えないんですけど、今回ちょっとまたなかなか面白い催しをですね、皆さんが、はいはい、考えていらっしゃるということで、はい、でちょっと今回はまあチラシがないのかな、チラシの画像はないんですか、ね、あ、ありましたか、あ、ありました、あ、出ました。じゃあまずタイトルというか、もうこれは音楽収穫祭ということで、はい、はい、そうです、はい、音楽収穫祭というイベント名になります、はい、でね、まあ、気になった方もあると思いますが、最初ねこれあの僕もあのツイートした時に、もしかしてどなたかあの5時かなと思われた方もあるかもしれないですが、学の字がちゃんと学ぶと、はい、うん、これは学生の学から取っています。はい、これはもう、あ、まあ、今下に書いてありますが、愛知の大学生が集まれということで、もう基本はもう愛知に、まあ、あので活躍している、まあ、大学生が出演するような、そうですね、基本は、県内の大学生を中心に、うん、このイベントに参加してもらおうという形になってます、はい、うん、ちなみになんですけども、ちょっとねツイッターを見たら、ツイッターとあとはホームページも見ましたら、ものすごい団体数というか、はい、これ今まだ増えるんですか、これでもう決定ですか、今。そうですね、今年度は、この数で決定という形になります。ちなみに何バンド、何バンド、全部で101バンドです。101匹バンドじゃん。まあ、まあね、ありがとうございます、いいツッコミだと思います、はい、はい、その皆さんが、しかもまあ一箇所ではなくて、まあ、よくあのサーキットなんてね、あの最近行ったりするんですけど、栄スプリングとか、まあ、この辺だとあのイベントがあったりするんですけど、いろんな会場を、まあ、あの一つのチケットというか、そちらで、まあ、自由に出入りできるっていうような感じを、それを学生の皆さんがやっちゃうと。そうです、うん、これなんでまた企画されたんですかっていうところなんですけど、元はなんですけど、はい、僕の友達が軽音部に所属してまして、うん、はい、で僕も軽音部に所属してるんですけど、うん、その軽音部の中には、合同ライブっていう文化がありまして、うん、自分たちの軽音部だけの演奏ではなくて、はい、他の団体さんと一緒にライブを行うみたいなものなんですけど、うん、で友達の団体で軽音部合同ライブやってるみたいな話をしてたんですけど、うん、その友達の団体さんはやってないらしくて、うん、そんななんかめちゃ楽しいのになんでやってないのかなっていう話になったんですけど、うん、はい、でいろいろ話をしてみたら、そもそも他の団体さんと知り合いに
慣れてないみたいな。ああ、まあそうですね。繋がりがなければボードライブがそもそもできないっていうことだったので、うんうん、じゃあもう愛知県内の大学の検温部全部集めてボードライブして、うんうん、それで知り合いになって、ま、一気に起きたね。はい。あ、そうか、結構演劇とかと若干似てるところもあるかもしれないですね。なんか団体ごととか、あとは、まあ、今の学生の方が多いですけれども、学生でやっぱりその大学ごととか、まあ、結構その垣根をね超えてっていうね、あの団体さんもあったりはしますけれども、やっぱりここここっていう感じでなかなか外に出れないっていうところがあったりして、それをもう無理やりじゃないですけど本当にもう声をかけまくって、そうですね、もう本当に友達の軽音部員が結構たくさんいるんですけど、うん、はい、そういうところからつながりを作り始めて、うん、で友達の軽音部とつながったんで、今度はその友達の友達の軽音部員とつながるみたいな。ああ、だから僕がここにいて友達がいて、はい、うん、で友達の友達友達みたいな、うん、はい、そんな感じです。まさに M ちゃんじゃないですかこの番組っぽいようなね、なんか本当に初めて会う方々が、まあ、これでまあこの番組を終えましたって言った後で、うん、その他の、講演があった場合にその例えば客演するとかですね、うん、いうあのちょっと一つのきっかけになったりして、結構似てる感じですね。なかなかその一つの輪が広がると、また次のね他の輪とつながると、またさらにもう本当にもうなんか近場で近場、なんか意外にもうこの皆さんって意外に近いところにいたんだな、意外とそばにそういう知り合いの方がいらっしゃる、ね。で今回、まあ、あとは、まあ、結構重要なところはそのライブハウスのブッキングとかもあったと思うんですけれども、ね、どうですかこの辺は。そうですね、最初企画書を作って、はい、でまあ、最初、まあ、やりたいっていう話の時に、うん、じゃあどうしようかっていうところで、まあ、作ってで各ライブハウスに企画書持っててお願いしますというところで、うん、はい、まあ、熱意を伝えたら、まあ、OK をしてくれてっていうところがあって、うん、で結果的に今6つぐらいライブハウスを借りることができたという形ですね、はい。結構その日にちを変えてとかなら分かるんですけど、同じ日に同じ、まあ、いろんな箱を押さえるって、ね、多分すごい難しかったと思うんですけれども、ね、うん、そこはやっぱり結構乗り気な、まあ、そのオーナーさんたちが多かったと、うん、そうですね、まあ、でもどうだった僕ちょっとあんまり行ってないんですけど、うん、どうなんですかね。結構もうなんか学生さんがもう頑張ってくれるならちょっと力貸してやろうみたいな方が多くいらっしゃって、うんうん、もう本当にその辺りは、お世話になってます、うん。ますますその演劇と、まあ、僕はちょっと結構演劇畑に近い方にいるんでなんか思うんですけど、やっぱりその小屋を使う、まあ、会場を使うってことになった時に結構学生がね声をかけるとちょっと安くしてもらったりとか、うん、なんかいろいろあのその場所であの提供してもらったりとか、結構その乗り気な方々が多かったりするんですけれども、うん、じゃあ、天野さんは今回、立場的には、まあ、実行委員会で、はい、まあ、何を担当されてるとかってあるんですか。そうですね、今熱心にやってるのはイベント企画であったり、うん、集客どうやったら集められるかっていうのを主にまさにねやってますね。みんなに比べてない制作さんとかねありますよね。やっぱり今回まあチケットを売るっていうことがありますけれども、はい、やっぱりまあいろんな会場にフライヤーを置いたりとか、そうですね、まあ、あとは、まあ、そのライブハウスに限らず結構置いたりとかってもあると思うんですけれども、はい、その辺なんか工夫されてるところとかって。そうですね、今ちょうどタワーレコード、うん、名古屋パルコ店に温州祭のブースを作っていただいて、それはまたね嬉しいですよね。めちゃくちゃ嬉しいです、うん、オリジナルバンドの方はフリーサンプラーっていうのを募集募って、はいはいはい、はい、それをおかけひたすらもらえます、ね、結構気になるあのジャケ買いとかジャケットもねちゃんと作ってらっしゃるところもあったりして、はい、 そうですね、うん、そこに協力をいただいて置かさせていただいたり、うん、あとは審査会の周辺のお店に協力していただいて、はい、音楽収穫祭当日にリストバンドをつけて観客の人は見に回るんですけど、うん、はい、とそのリストバンドを見せると割引をしてもらえるとかサービスをしていただくとか、また、ね、またそれも嬉しいですよね。そうですね、音楽以外でも楽しめるものがたくさんあると思うんで、うん、はい、もう街中を楽しめるというか、そうですね、審査会界隈というか、うん、街を上げて楽しめるイベントだと思うので、うん、またこれめちゃくちゃ本格的なものができてきましたね。そうですね、なんかお祭りみたいな感じで今みんな騒ごうっていう感じで、ね、これをちょっとまだもしあのまだバンドいますからね、うん、もう100といってもまだまだ多分知らない方もあるかもしれないんで、ちょっとこれで知った方が今後この後またちょっと話を聞いて参加するとか、そうですね、いうことになったら面白いですよね、うん、ちなみに皆さんは演奏はされたりとかってですよね。
僕は、大学の基本部に所属してるんですけど、うん、そこで、演奏をしてます。あ、ちなみに、ギターとかは？あ、僕担当はベースです。おー、ベースギター。はい、ちなみに、まあ、今のなんとか主流じゃないと、まあ、いろんなねジャンルがあると思うんですけれども、まあ、もちろんカバーとかねあると思うんですけど、今って主流ってどうなのかなとか、僕も結構ライブは行くんですけど、なかなかこの学生世代っていうと、あの学祭とかで、うん、まあそのなんか小さいあのめっちゃ小さい教室でガンガン鳴らしてるの、うるさくてしかないみたいなね、あ、僕はとも楽しかったりするんですけれども、今どうなんですかね、どういうのが流行りというか、音楽のジャンル、結構ギターポップな感じの、まあ、流行りのね、いろいろありますけれども、どうなんですかね。僕の大学の軽音部では、はい、結構シティポップみたいな、ちょっと聞き慣れないジャンルかと思うんですけど、はい、そういうのが流行りですね。それどうですか、どっちかデジタル系なんですかね、シティっていうと、鍵盤は使うんですけど、うん、やっぱりギターもベースもドラムはちゃんとあって、うん、結構なんていうんですかね、音色とかが違うのかなね、今いろいろ考えちゃってるんですよね、ちょっと検索してみてください。シティポップで、シティポップで。お二人は、演奏というかバンドとかをされて、あ、僕もバンドのサークルに入っててドラムをやってます、うん、おー、はい、そうですね、はい、そして私も部活に入ってギターボーカルやってます。演奏できる？ここでやれるって思ったんですけど、はい、ね、ぜひあの次回来ていただいたときは生演奏とかしてもらっても全然 OK なんで、チャレンジしてみます、ね。はいはい、詳しくはですね、こちら、音楽収穫祭実行委員会さんの、ホームページですかね、こちらはありますけれども、予約とかはその他は、ネットで販売をしているんですけど、はい、チケットを E プラスからで購入ができるので、じゃあ本当に本格的ですね、はい、出演バンドと僕たち実行委員の手売りでも販売はできるんですが、はい、そういうつながりがないという方でも E プラスからでは販売はできるようにしていますので、はい、よろしかったらぜひお願いします。またびっくりするのがこの日にちがですね、9月5日の火曜日なんですけれども、オープンがまあ朝の10時、スタートがまあ11時、まあ分かりますね、まあ、大体1時間後ぐらいに始まるよって、クローズ、まあ、終わりが、20時45分、うんみたいな、これはもう本当に一日中、本当に一日中お祭りですね、はい、もうそれもその辺りのサーキットということで、もう行き放題で、はい、まあ、もちろん途中でね、休まれて、まあ、ご飯とか食べに行かれてもいいし、そこでまた違う会場に足を運ばれてもいいしっていう、そういうシステムでよろしかったですか。はい、本当に参加される方はもう本当に自由な感じですね、うん、ライブハウスに見に行ったり、いろんなところ見に行ったり、ちょっとお腹空いたなと思ったら、うん、さっき言った割引していただける店舗さんもあるので、ね、うん、そういったところでご飯食べてみたりとか、このイベントで学生さんがハンドメイドやられてる方、あ、はい、あ、何かいらっしゃいました、はいはいはい、Twitterで告知はもうしてるんですけど、うん、そういう方のハンドメイドマーケットみたいなのも、店舗として置いてありますので、なんか本当に総合イベントみたいな、ね、感じに、ね、正直ここまでできるのってすごいなと思って、うん、なかなか企画力が、ね、半端ないのと、あとはやっぱりその人脈が広がったっていう、そうですね、本当にその言葉に尽きると思います、はい、でチケット、学生が2000円、お、はい、そうですね、そして一般が3000円ということと、はい、あと当日がプラス500円ということで、はいはい、ぜひ、ね、早めに、購入していただくのと、あと名古屋出身の、豪華ゲストバンド複数出演ということで、これもまあ詳しくはツイッターのね、はい、あ、今ちょっと出てますね、ツイッターのアカウントがこちらに出てますので、略して温州さん、温州祭ですね、温州祭ということで、はい、こちらに来ていただきたいと思いますので、まあ、こちらの方に連絡いただければ、まあ、ご案内とかもしていただけるかなというところですかね、はい、またあのバンド紹介がえらいいっぱい、もうすごいツイートで、さすがにまあ100何台、ね、何台でもあればっていう感じなんですけれども、そちらもね、ぜひあの見ていただきたいと思います。はい、じゃあここまでは、音楽収穫祭実行委員会さんから、森田恭介さん、そして前田昌司さん、はい、天野真由香さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また CM を挟んで次のゲストさんに来てみたいと思います。では一旦 CM です。叶えたい夢がありますか？ビズアシストジャパンは声優、タレント、俳優など芸能のお仕事を目指しているあなたを応援します。稽古、本番、オーディションで
なかなかいいアルバイトが見つからない。そんなあなたでもコールセンターのお仕事だから大丈夫。スケジュール調整などまずはお気軽にご相談ください。お電話ありがとうございます。ウィズアシストジャパン株式会社です。はい、続きましては、もう毎年恒例の、はい、名古屋学生演劇祭さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、こちらから、今回は、副実行委員長の樋口琴葉さん、よろしくお願いします。はい、そして南山大学演劇部排斥企画さんから林千尋さん、よろしくお願いします。はい、そしてもぐもぐ熱帯魚さんから立花節子さん、お願いします。はい、そして、同じくもぐもぐ熱帯魚から山月理子さん、はい、よろしかったですね。はい、よろしくお願いします。そして久々というかもう結構もうね、常連的な感じがありますけど、今回はアルティメットドラゴンナイフから佐藤由紀さん、よろしくお願いします。はい、まあね、もう毎年恒例ではありますけれども、もうこのシーズンがやってきましたね。はい、このシーズンがやってきました。チラシも出ますのでね、はい、チラシ見たいと思います。なんかね、前も確かこの茶色というか、この色にちょっと意味があるとかいう話が、まあ、なんか味噌の色だったりとかっていうのがあって、今回なんかコンセプトがあったり、これなんかね、初めて聞きました。よく見ると日本地図のところがポスト信長って書いてあるんですよ。あ、はいはい、ちょっとツイッターで話題のハッシュタグポストの、ハッシュタグ、あれどういう意味なんですか。何の意味なんですかね。今回 の、 その演劇祭全体 の、 そのコンセプトとして発見の場っていうことを設けておりまして、であのポスト信長、次世代の信長のようなヒーローを演劇祭の中で見つけてみようみたいな感じで、お気に入りを見つけてもらおうということで、このポスト信長というものが、ああそういうことだったんですね。そうです。参加者も初めて知りました。ね、意外にね、その自己員さんのそのこだわりみたいな、めっちゃこだわりで、なんでポスト信長つけるのかなとかね、最近ちょっとその問題集みたいなのをツイートされたりとかね、なかなか。ツイッターの方でさせていただきました、ね、そう、今年のね、ツイッターのアカウントはなかなか前向きというかすごい強気な、すごい好きなんですけど、ね、ありがとうございます。はい、なんでポスト秀吉とか家康じゃないんだろうっていろいろ考えたんですけど、そういうことなんですね。本当です。はい、じゃあ、まあ、今回、まあ、概要というか、まずその上演時間とか、はい、まあ、団体さんがまあたくさん見えますけれども、そうですね、はい、まず上演時間は、そうですね、今回の上演時間は11時と14時半と18時の、はい、3つに分かれておりまして、はい、それぞれに、A ブロック、B ブロック、C ブロックと、うん、3つのブロックで、はい、4つの団体さんが連続上演で20分ごとずつの、うん、劇を連続上演する形になります、はい、もう本当に短編をもう立て続けに見られるっていうね。そうです、短編を、これはね、本当に1日通して見た方がいい、絶対ですよ、これは本当にもう毎年会話やって邪魔してますけれども、はい。そして、なんとシャチさん所属ということで、そうです、シャチ所属、せっかくなんでちょっと言って、ね、今回アピールしていただこうかなと思うんですけど、シャチさんは今回どんな、うん、どうしよう、言えます、自己委員に言わない方がいいですか、言わない方がいいですか、そうですね。、はい、今回そうですね、今回ちょっと実行の方に集中しておりますので、はい、内容はちょっと、内容はネタバレしないように、はいはい、黙って口を止められてます。だから黙って、はい、なんて言うんでしょう、ちらっと実行としてちょっと行った時に、うん、ちらっと見せてもらったんですけど、はい、なかなか面白い劇になっておりますので、ぜひぜひ劇場の方にそれは行かないとね、分からないですね、分からない、じゃあ続いて排斥企画さん、あ、はい、もう毎年ね、おなじみのここに参加するというのは、そうですね、なんか最近割とこうね、もともとそんないつもなんか必ず参加するってわけじゃないんですけど、そうですね、最近の風潮としては参加しようぜみたいな感じで、しようぜって、はい、しかも確か去年、はい、確か賞というか、そうですね、ありがたくも行かれたんですよ、はい、おめでとうございます、ありがとうございます。もうもちろん気合いも今回も入りまくりということで、プレッシャーですけど、いやでもやっぱりそこはハイセコさんらしさをね、出してまた見たいの、やっぱり観客としては楽しみなんですけれども、ああ、ありがとうございます。近くなんでちょっとチラシの方を見たいと思うんですけれども、すいません、ちょっとチラシをね、座組の、まあ
いつもチラシを作ってくださる今泉さんという、めちゃくちゃセンスがいい、はい、とても良いチラシを、はい、めちゃくちゃ綺麗なんですよ、うん、これねよく見るとね名古屋港水族館だっていうのがね、そうみんなで遊びに行って、ね、マニアには分かるマニアにはよく分かりました、ね、ここからはい、イルカが出てくるんですね、めちゃくちゃ詳しいです、はい、横にすごいな、休んでるプールがあるんで出てくるときにここからスーッと出て、無人島めっちゃ軽くますすごいですね、三線、水族館の年パス持ってます東京だろうってね、はい、それを置いておいて、でやっぱり今回水族館の、あそうですね、水族館の脚本で、しかもエンドレス水族館、あそうですね、また不条理的な感じがしますけれども、不条理って何ですか、なかなかなんていうかその、まあ、勝ちで終わらないというか、よくちょっと分からなくていろいろみんな考えながら、あなんか終わっちゃったみたいな、まあ、ちょっとすごいざっくりですけどね今言ってるのは、あなるほど、すっごいもうなんていうかその起承転結も、まあ、あるんだろうけども、なんかすっきり終わらないというか、すごいじわーっと終わって、それでなんかえっていう感じで終わっちゃうような、すっきり終わると思います、あ終わりますか、はい、おじゃあエンドレスだけど終わる、そうですね、終わるようで終わらないかもしれない、終わらない、それ不条理かもしれない、まあなんかそうですね、うん、はい、あちなみにこれは林さん作、あそうです、作演で、これはまたなんでその水族館をモチーフにというか、はい、あ私がなんだろう、まあ、水族館が好きなのもあるんですけど、なるほど、うん、なんかなんだったかな、まあ、なんか 青が多分好きなんですよ、うん、だから青好きですよ、あの M ジャンも青がね一緒になってます、ね、あそう、あ本当だ、うん、あ今だけでいいか、まあ置いといてね、はい、はいはい、そうですね、まあなんでしょうね、なんか魚のなんか話とかやりたいなみたいな、うん、まあ、漠然とした感じで結構、はい、もちろん魚にその人たちが魚になるわけじゃなくて、その魚もその、まあ、生態じゃないですけど、その水族館の中での例えば生態とかをちょっと擬人化してみるとか、ああまあでも割とがっつり魚になりますね、役者は、はい、どういう風になるかちょっと隣もごもご熱帯魚さんですけど、あそうそうなんですよ、ね、あのうちは熱帯魚関係ないんで、むしろ魚はこっちに任せてる、はい、大丈夫です、それはどうですか、やっぱりその人生的なものだったり、なんかその人間のその、うん、まあ、例えば死生観だったりあるかもしれないですけど、いろんなのをちょっと、まあ、例えてみたか、あるいはその魚を見ていてそう人間を感じたとか、あ、まあ、なんかお話としては割とこう象徴になってて、一、うん、人の女の子の、まあ、なんか人生の象徴として魚があってみたいな話にはなってて、うん、はい、まあ、その女の人の話ではあります、うん、はい、っていう感じですごいなんか説明が苦手なんで、ね、で、あとまあその、まあ、学生劇祭さんですから、まあ、なかなかそのやっぱり転換時間とかもあったりして、うん、なかなか本当にもうガツッとすごいセットを作りましたっていうのがなかなかできないと思うんですけれども、はい、結構ハイセクさんガツリ作ったり、去年は大道具ありましたけ ど, たけど今年は大道具がないんですよ、あじゃあもう結構その抽象的な部分で、そうです、舞台で割と、はいはい、まあ、道具とか小道具とかは割と多い感じです、うん、それが魚に見えるのか魚になっているのか、そうですね、割とでもがっつりは魚ではあるんですけど、うん、まあ、ちょっと見ての楽しみということで ね、そこでどういうものを感じるかって、ね、ちょっとね魚ファンとしては水族館としてはちょっとねなんか気になるところですけど、やっぱりその照明とかね、なんか青っぽい感じ、なんかその水中っぽいところが出てくるのかとか、あえてちゃんと人間性みたいなのも出てくるのかとか、今ちょっといろいろ頭の中で反芻してるんですけど、楽しみに、はい、楽しみにしててください。そして魚関係ないもぐもぐ熱帯魚さんですけれども、なんであのちなみにこのね、まあ、セスコさんとあとリコちゃんといえば、はい、一回あの、劇団バッカスの水族館さんの方に共演されたんですよね、はい、はい、うん、それがまあ、かわいい、かわいらしいですね、やっぱりそれがきっかけで一つはっていう感じ、まあそうですね、ありますかね、はい、私がなんか劇やりたくって、うん、あのまあ、客演で呼ばれたりしないのでね、自分でこうやって機械を使って、あそうなんだで、あ頼りがいのある先輩たちをかき集めてやるのって、うん、演出お願いしますって、はい、ちなみになんでこれもぐ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 熱帯魚なの、あの一応バッカスのメンバーが多いので、はい、その水族館関係をあそうかしようかなと思って、はい、熱帯魚が一つと、うん、まあ私がもぐもぐするのが好きなのでもぐもぐ熱帯魚、それよくわからない結構ねメロンパン好きで有名な、はい、あの節子さんですけど、有名なんですかね
ね、あの毎回あの僕も差し入れメロンパンいただきます。意外になんか何個か揃っちゃって偉いことになるみたいな。はい、ちなみにリコさんは今回、はい、まあ、参加してみて、まあ、どうですか、節子さんとやってみて、まあ、実際まあ1回やってますけれども、じゃあ今回はどんなお話なのかなっていうところですけど、女の子が頑張ります。女の子頑張る、女の子が、はい、女の子頑張る、なんかもう先輩と演出に口止めされてるんで、はい、本当に女の子が頑張りますとしか言いようがない。言って許されることは女の子が頑張りますとストップ&ゴー、ストップ&ゴーです、です。ん？ストップ&ゴー、ストップ&ゴー、まあ、それはやっぱりその芝居のなんかそのやり方っていう感じですか。ストップ&ゴーです。やりました。はい、ね、ストップ&ゴーって、まあ、止まってまた動くとか、まあ、そういうなんかちょっと機械的な動きっていうのもあったり、まあ、あとはそう結構スポーツでそういうのを使ったりするんですけれども、うん、なんかそのバスケとかでやったりするんですけど、まあ、ストップアンドゴーですね。結構やっぱりあの謎な部分が多いかなと思って、まあ、20分劇だからなんか喋っちゃったらもうそれネタバレですね。そうですよね。なかなかそのきっかけでどうなっていくか、まあ、女の子が頑張る、女の子が頑張ります、うん、まあ、実はね、節子さんも実は、まあ、違う名前で実は MJ にね昔出たことがあったりなかったりね、久々なんでね、2回目だね、はい、そうね、学生になってね、はい、もうこれ絶対役者ね、役者っていうか、まあ、演劇やりたいってことで、はい、主催今回は一応代表みたいな、一応、うん、一応、まあ、かき集めた張本人なので、ね、一応これまたね、一番でも最年少、まあ、そうですね、大学1年生、ほとんど1個上のメンバーで、うん、あでもスタッフに同い年の子がいて、うん、でその子たちは、高校の演劇部で一緒だったので、うん、バッキャーみたいな、バッキャーでも、まあ、リコさんといえば、まあ、あの新生さんもね、はい、あの所属されてるということで、またこれでユニット公演という感じですけど、やっぱりちょっと、まあ、人数も違うし、まあ、やることもちょっと違うと思うんですけど、はい、楽しい、楽しいですね。え、なんか座組を聞いただけで僕めちゃくちゃ面白いなと思ってね、バッカスさんの中でも特に、まあ、特にっていうかもう個性的でない人がいないんですけど、またね、あ面白い、なんか女の子頑張るけど男性もやっぱり出る、はい、はい、吉田ひろし君とか、うん、うん、それも言えない、それも言えない、あれ言えない、ればいいんですかこれ、ね、あしあ言えない、ストップアンドゴーですね。ストップアンドゴーで、はい、ということで、じゃあ最後、佐藤さんですけれども、はい、去年は確か違う団体で、いや違いますね、アルティメットドラゴンナイフは今日初めて、そうですね、去年も出られて、あの出てない、出てない、アルティメットドラゴンナイフ、あいや、あのあ違う団体、あれは違う団体、知らない団体です。じゃああれをなんか今あえて言おうと思ったら完全に真正さアルティメットドラゴンナイフっていう劇団です。はい、そういうことですね。はい、わかりました。かっこいいですよね。でそう、最初ねツイートが回ってきた時に、はい、あれなんかのこのゲームとかのそのプロモーションツイートかなと思ってきた、あれなんか役者らなんか芝居やるらしいみたいな、あですね、これ名前の由来ってなんか、あまずあのうちの劇団の飯田っていうのがいるんですけど、はい、まず留年しまして、まあ、23歳なんですけど、はい、2年留年してるんですけど、はい、まずそれを記念してアルティメット、はい、ドラゴンがかっこいいドラゴン、ナイフ、はい、去年スプーンさんが出てたのでナイフ、アルティメットドラゴンナイフ、なるほど、なるほど、行ってみたとりあえずそう行ってみた、はい、ちなみに今回はどんなステージを、あそうですね、ちょっと僕も言えないんですけど、はい、あの脚本のおのちからちょっと口止めをされてるんですけど、あなるほど、女の子が2人出ます。女の子が頑張る系、そう頑張る系です、はい、あのもうめちゃくちゃ可愛くて、うん、練習に参加してるだけで徳を積めるみたいなすごいいいですね、いい芝居なんで、もう見たら徳を積んでそのまま天国に行きます。なるほど、またすごいことないです。でも結構あの不条理的なね、あのイメージは今までありましたけども、今回はどうですか、ね、まあ、アルティメットドラゴンナイフなので、うん、まあ、やっぱり不条理はない。ないですか。うーん、いや言えないんですよ。言えないんですよ。ストップアンドゴーなんで。名前ありみたいな。僕もストップアンドゴーなんで、言えないんですけど。うん、はい、じゃあまあ見どころといえばやっぱりまあ多団体、うん、多団体 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、そうです、12団体です、はい、が一
1日で一応見ることはできると、で見ようと思えば通して見れば、はい、しかもですね、あのこれ最初これもなんか文字が間違ってるんじゃないかなと思ったら県外枠っていうのがあって、はい、普通はね愛知県外とか県っていうあのプリフェクチャーですかね、英語でいうところの、それを使うと思うんですけど、本当にあの携帯とかの県外これどういうことと思ったんですけども、東海県外という意味での県外枠です。なるほど、そして京都からいらっしゃる、これは幻冬劇場さん、はい、そして劇団モーメントさんっていう、これはまあ県内の、県内ですね、はい、はい、そして、まあ、これも県外ですね、ギガドラさんは、県内ですね、豊橋の、まあ、県、あ、そうですね、県内ですね、団体になります。はい、またなんかゲームっぽい若干かぶってるんですね、若干かぶってるギガドラ、まあいい感じでそのブロックを分かれたそうで良かったですね。似た方向だったらドラゴン、ドラゴンバトルが始まった、ね、某ハンターっぽくない、はい、あとは、愛知県の芸術、あ、これももうあのおなじみですね、劇団無人駅さん、そしてこれ跳ねる積み木さん、これ先日、審査会トワイライトの方で初お目見えでしたかね、あれが、はい、また面白いこと考えてる皆さんには、はい、そして、芸術大学の方々がね結構出てらっしゃるんですけど、長熟アトミックスさん、はい、こちらもまたね、なかなか面白い芝居を、ちょっと全然毛色の変わったね、はい、演劇を作ってみえるところですけども、魚眼紅生姜なんだろうお魚多いですね、なんかシャチもだってね、うん、海洋生物、海洋生物です、ドラゴンも負けてませんよ、ね、いやいやいや、なかなかねそう結構動物系ですよね、シャチさんもありますし、なかなかね、はい、そしてお気になってたのが公募出場枠、これがまたどう、これは何かそのオーディション、オーディションというか募集されたっていう、そうですね、あの作演が青山さんで、うん、青山さん、はい、で、役者が公募で募集ということで、うん、はい、今もろもろね、あのツイートとかにも載ってますので、はい、ちょっとねそれを検索していただくといろんな方々が、はい、劇団保留の方々とか、方とかね、まあ、いろいろ、はい、話を伺ってますけれども、そしてまた審査員が、はい、めっちゃ豪華じゃないですか今回も、はい、ちょっとあの私あのこの方ご存じ上げてないんですけど、この方は綾戸さんですね、綾戸ゆきさんで、はい、あの仙台短編戯曲賞で賞を受賞されたんです、はい、あ、もうこれは県外の、はい、まあ、そうですね、あの、はい、どちらの字を書けばいいか分からない、はい、お、そして空中空知さん、そうです、小栗さん、雅子さん、小栗さんです、まあそして劇団青木みかんさん主催の加納美幸さん先輩、あー、からの OB の方々が立ち上げた、ね、劇団青切みかんさんですね、はい、これで、まあ、あの日程としてはあの 8月31日から始まるわけですけれども、はい、1日2日と予選がありまして、はい、3日に決勝があって、はい、最後に、まあ、その結果発表、まあ、表彰式と、あとは結構この前僕お邪魔した時はその皆さんの、まあ、ダメ出しじゃないですけど、はい、その審査員の方々のお話を聞くみたいなところもありました、はい、今回もあったりする、あります、今回も公表会を、これはまた面白い話だけど、まあ、きついね、もちろ ん, なんかその愛あるあのダメ出しみたいなものもいただけたり しますけれども、本当に多分貴重な話が聞けると思いますので、ここはね、そしてドラフト、そうです、去年に引き続き、ね、今年もドラフトございます、これからのまたこの後のね演劇公演っていうのがすごいまた盛り上がりますからね、すごい重要なところを占めている、はい、学生演劇祭の皆さんですけれども、詳しくは、はい、学生演劇祭のホームページがこちらにありますので、やりたかったこれ、はい、ちょっとごめん、はい、ちょっとごめん、そして続きましてツイッターのアカウントがこちらにありますね、はい、こちらにありますね、こちらどうぞ、はい、確か予約フォームとかもあったと思いますけれども、はい、あと皆さん例えばその出演の方々に連絡をいただいても OK ですか、はい、大丈夫です、はい、ぜひね、いろんな団体、まあ、気になる団体、まあ、名前これもう、まあ、ジャケ買いじゃないですけど、この名前でちょっと決めて面白そうだなと思ったら、ちょっとそこを押してみても面白いかもしれないし、はい、もう推しの本当にこれまあユニット公演みたいな感じなんで、まあ、いろんなその団体さんからも個々で出てる方もあるし、推しのその役者さんがあったらそこから撮ってみるとか、はい、それも面白いと思いますので、はい、ぜひぜひ、まあ、詳しくはまあいろんな高校生500円、そうです、ワンブロック500円です、予選1日投資1000円、そうです、ね、節子さん去年までは1000円で行けたのにね出るかだけどね、ぜひあの高校生の方が、まあ、この時代を担うというか、ね、方々にも来ていただきたいと思いますので、
はい、ぜひ、皆さん足を運んでいただきたいと思います。あ、場所はですね、今年も、劇団ウリンコさんのウリンコ劇場。そうです、はい、若干ちょっとね行きづらいというか、初めて行く方はちょっとなかなか難しいと思いますので、あらかじめ調べていただいて、電車からバスということで、はい、バスに乗っていただければ、はい、なおかつ市バスですので、はい、これは土曜日のみになるのかな、土日のみになるかな、一応土日エコ切符というのがありまして、 あれを使えますと600円で、バスも電車も行けますので、僕ですね、僕もそれで行きますので、はい、ぜひぜひね来ていただきたいと思います。じゃあここまでは、名古屋学生演劇祭から樋口琴葉さん、はい、そして林千尋さん、立花節子さん、山月理子さん、そして佐藤由紀さん、ありがとうございました。CM はさんで最後のゲストさんに行ってみたいと思います。では一旦 CM です。叶えたい夢がありますか。ビズアシストジャパンは声優、タレント、俳優など芸能のお仕事を目指しているあなたを応援します。稽古、本番、オーディションでなかなかいいアルバイトが見つからない。そんなあなたでもコールセンターのお仕事だから大丈夫。スケジュール調整などまずはお気軽にご相談ください。お電話ありがとうございます。ウィズアシストジャパン株式会社です。最後のゲストさんは人情風車の皆さん、よろしくお願いします。お久しぶりな、ね、こんにちは。はい、どうも。杉山千穂さん、そして小木曽充さんと、お、今日はね、着付けヘルパーということで、ゆりさん、よろしくお願いします。お願いします。ちゃんと浴衣も着ていただいて、すみません、バタバタで、ありがとうございました。はい、ということで、今回ね、また新しく公演が決定されているということで、はい、ちょっとまずチラシを見てね、いきたいと思うんですけれども、はい、こちらですね。これちょっとタイトル僕聞いたことがないかなっていうのなんですが、もともと鹿番ということで、台本書き上げたんですけども、なるほど、文字もっといっていう落語、はい、ご存知でしょうか。僕もね、あまり落語は死神ぐらいしか知らない。死神死神だと思うね、結構いくつかね、短いのしてるんです、はい、はい、の文字もっといという落語を、うん、現代に置き換えて、はい、鹿番人情風車というタイトルをつけさせてもらいました。はい、そうですね。なんか、はい、その普通だったら時代劇というか、うん、はい、江戸時代っていう感じなのかなと思ったら、ね、結構ね、思い切り現代で、あれ見たらなんか役者が、名前が、しかもラッパーがいるってあれみたいな。はい、でまたね、その横にちょっといろいろサブタイトルじゃない、ちょっと書いてあるんですけど、はいはい、男の三道楽は飲む打つ買う、ダメですねと言いますなって書いてあるんですけど、はい、あと3日で正月という、暮れの28日、はい、これ長兵衛です、ね、そうです、長兵衛の懐はハクション、まあまあすっからかんということで、はいはいはい、競馬三昧ですっからかん、はい、女房のこれは勝子、はい、勝子、勝子が、角を生やして待っている、長兵衛いかに頑張れ勝子頑張れ勝子さん、落語の話と現代が絡み合ってさあ人情風車が回り出せよということなんですけれども、まあノリは結構その江戸っぽいかなと思ったら、もうこれ完全にも現代に置き換えちゃう、というか一応落語家は出るんですけども、あ、落語家は昔の話を手に置きながら、うん、現代の今の生活ですね、我々の生活を乗っけて、はい、進行してくるっていう、もう確かにね、お侍さんとか全く出ないですよクラブのママとかありますからね、面白いですね、金さんのママって言ってる、あ、そうか、でもまあ、ね、当時のそういった場所っていうと何となく想像できるかもしれませんけれども、はい、そちらをまあ現代役で江戸のものを名古屋に持ってきて、名古屋弁も名古屋に来ましたか、思いっきり名古屋弁で喋る人もいる、おお、これはちょっと 見物というか、はい、まあ、元々のお話ししている方でも、はい、でね、まあ、多分流れは、まあ、ね、大元の流れは一緒かもしれませんけれども、そこをどうアレンジされているかということですけど、はい、勝子、そうです、勝子です、はい、主役の長兵衛の奥さんなんですけど、はい、とても気の強い勝子という奥さんで、名古屋弁、コテコテの名古屋弁で喋りまくります。なるほど、はい、じゃあ普段の杉山さんとはちょっと違う感じな、うん、そうでもない、うん、あ、でもない今ちょっとあえて言ったおしとやかな、ねえ、まあ、こういうところではね、大人だでも
私ね、あの、うん、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にあの暮らしてましたから、うん、日常に名古屋弁があったんです。あ、そっか、うん、だから、うん、今回のセリフはとても気持ちよくやらせてもらってます。あ、意外にね、はい、うん、コテコテの名古屋弁です。結構それでね、あの本当になんかその土地で暮らす人々と、もう今はもうだいぶ名古屋出身の方も結構いらっしゃるのかな。結構県外の方、名古屋、名古屋弁使う？使います。使いますか？うん、結構、あの私もおじいちゃんとおばあちゃんと、ね、営業受けるよね。なんか結構お母さんとかはちょっとね、なんかやんわりになって、おばあちゃん子とかなると結構ね、あのガチガチにね、あの使ったりするんですけれども、うちのおじいちゃん何も使ってましたから。もう今や結構ね、絶滅危惧種じゃないですか、なかなかね。もう今回ナモが出てくるんですよね。だから本当に昔の名古屋弁が現代の話なんですけど、うん、はい、名古屋弁はナモが出てきたりとか、あまりこうちょっと懐かしい感じの名古屋弁がよく出てきます。うん、じゃあまあ基本的にはまあ現代劇という感じではあると思うんですけれども、はい、じゃあ見どころは味噌さんから見て。そうですね、あの長兵衛が、借金をして、あ、競馬狂いとか言ったら、ね、競馬狂いと、はい、あの、のんべえ で両方であの借金まるけになって、ダメだそこでそのはい、ちょっといいのかな。まあまあ多分有名なねお話だから、そうそうそう、多分流れは、流れはあるけど、はい、でその、借金村借金しに行って、うん、あのお金を借りて、あの借りてるんですけども、はい、そこであの踏切、うん、今の現代の踏切、赤線の踏切みたいなのあるじゃないですか、はい、うん、そこで一つのシーンがあって、それがピークと芝居のおでやり取りするんですけども、うん、その文七というのがいて、はい、うん、この子が、やっぱり、取れるんですね、お金を取られるということを、はい、うん、本当は違うんですけども、うん、取られて死ぬかと、あの踏切事故で、はい、踏切に飛び込もうとしたときに長兵衛さんが助けるというシーンですけど、方向行っちゃってるような気がしますまだあの半分ぐらいなんです。ボウシさん何かなと思ったら、麻雀狂いとは書いてあるんですよ、女性が演じる。そうなんです。これもともと女性じゃないじゃないですよね。で男性なんですけど、うん、あの前進田さんとかそういうところは結構女性の言葉が多いんですよね、うん、なぜかわからないんですけど、はいはい、ただ男だったら多分自殺しないんじゃないかと、あという頭が飛び切って、女性そこはいいかなみたいな、はい、じゃあもう本当にもうなんかおなじみのね、実はその琴の葉さんという、あの朗読劇をされているあの団体さんだったりするんですけれども、そのもうおなじみのさっき の, その長兵衛もそうですけど、倉橋さんもそうですけど、はい、杉山さんもそうですし、お、まあ、イケメンというか毎回イケメンをやる、はい、あれそうですね、ちょっと白石さんとかね、はい、お、今回もイケメンですから。あ、今回もね、クラブのバーテンダーということで、はい、で、そして大喜利近場でちょっとチョイスして、あ、そうですやってみたいな、はい、そしてね、僕が一番気になったのが稲田優さん、はい、大学生20歳、うん、いいですね、違いだねもう本当にまあ見た目の若い方なんでね、そうです、これがまたどういった芝居をするのかっていうの楽しみだったりします。お、やっぱり10代でも OK みたいなそれを言うと本人はへこむかもしれない逆にへこむかもしれない。で、今回ゆりさんは、はい、はい、私の地道なこういう活動が功を奏したのか、うん、あの声をかけていただきまして、はい、あのクラブのママと落語家さんどちらも女性の方なんですけど、そうです、いわゆる着物を着る、はい、はい、あの着させて、はい、いただきますので着付け担当で入らせていただきます、うん、だからさっきからなんかこいつ出ててうなずいてるとか、うん、あって何してるんだろうと思ってるんですけど、はい、実はそうですね。そして今回ね、皆さんの着付けも手伝っていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。整いましたけれども、はいはいはい、やっぱりそういうね、そういうところはやっぱり着物の、まあ、出てくるというか、はい、なかなか着付けをできる方々、まあ、うん、今回ね、杉山さんはすごく綺麗に着付けていらっしゃるんですけれども、うん、なかなか難しいね、ところもあると思いますけれども、うん、そして、お、僕気になったのが、その劇団シアターウィークエンドさんからはサジさんが、ミカコさんが出てらっしゃる、はい、またこの縁もね、僕もすごいなと思ったんですけど、やっぱり、まあ、横のつながりというか、そうですね、あの他の劇団で見てやって、うん、ああ、
なかなかそのえりすぐりというか、はい、お人さんのえりすぐりというか、プロデューサーね、僕はプロデューサーなので口出すなと言われてます。はい、じゃあ詳しくはですね、こちらですね、今下に出てますけれども、はい、こちらが日程と料金になっておりますので、はいはい、会場は東文化商業所、はい、またちょっと大きいね、はい、ところですけども、ちょっと間違えて撮ってしまいました。ぜひね、皆さんね、たくさんね、あの来ていただきたいと思うんですけど、小木さん呼べるからみたいな。ちょっとね、チラシの方にはですね、なんと小木さんの電話番号が書いてありました、ね。はい、ちょっとこれはまあ、一応控えておこうかなと思いまして、ちょっと僕もね、あのまたあのツイートとか、あの実はあの出演者の方でツイッターやってみる方たくさん見えますので、はい、その方々のツイッターの方をですね、ちょっとあの、またリツイートとかさせていただいて、はい、あのそちらで、まあ、あの情報というか連絡をしていただいたり、もちろん電話していただいても、ね、お客さんが出て、はい、発見制作ということで、はい、答えていただくということで、はい、はい、ありがとうございました。じゃあここまでは、人情風車さんから、こちらですね、すみません、杉山千穂さん、そして大木曽充さん、はい、そしてゆりさん、ありがとうございました。ジャンなんですけど、9月の6日を今のところ予定しておりまして、はい、そちらにですね、もう、出演者の方々がいくつか決まっています。ですね、前に来ていただいたあのボブ山さんというですね、あの画伯の方、絵を描く方、イラストレーターの方が見えるんですけれども、ちょっとライブペインティングって言って、まあ、音楽とかに合わせて描いたりとか、ね、最近ちょっとね、ご存知の方も多いと思うんですけど、あと、川内玲さんという方が一緒に、またあの、あと複数の方々がやるイベントがありますので、そちらの、告知と、これはヘキサグラムさんってお呼びすればよろしいんですかね、ちょっとあの確か新生さん関係の、はい、でしたかね、うん、先生の人がいっぱい、はい、はい、ね、出てらっしゃる、はい、はい、そちらの方々も来ていただいておりますので、そちらもね、ちょっと楽しみにしているのと、あとはあのさっき言いましたの、サジさんが、出演されてます、あ、出演あの所属されてます劇団シアターウィークエンドさん決定しております。こちらちょっとね、最近ちょっとご無沙汰だった僕の恩師がいらっしゃるかもしれません。まだちょっとこれはね、ツイッターで発表したいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ最後にね、今回来ていただいたゲストさんの皆さんをちょっとご紹介して、あ、劇団アルクシアターさんはさあの先にお帰りいただきましたけれども、はい、アルクシアターさん、ありがとうございました。ありがとうございました。演劇祭の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そして、音楽収穫祭実行委員会さん、ありがとうございました。そして、人情風車さん、ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。